はい、花金の、俳人の皆さん、こんにちは。昨日はですね、花金 PD で、やる時間を僕がですね、時計をちょっと10分早く見てしまって、花金 PD が途中でですね、途中から来た人が、途中からだったんで分かんなかったというコメントがアンケートにたくさんありましたので、ちょっとですね、これ録画でしておきたいと思います。はい。これは第21回目の花金 PD ですね。今日お話しするのは、教室でやるべきはまず文法化っていうことです。これ、主な対象はですね、これから日本語の先生になりたい人とか、もう日本語の先生になったけど、まだ2年とか3年とかですね、そういう、経験の浅い方向けですね。はい。もうベテランの方には当たり前のことしか言ってないと思いますが、ご了承ください。はい。で、これからお話しすることはですね、この小柳薫先生の第二言語習得について日本語教師が知っておくこと。あれ、ちょっと待って。いいのかな？大丈夫。はい。という本ですね。はい。で、この本の前半はですね、理論的なことが書いてあるんですけど、後半は実際に日本語教師がその教室の中で、どうすればいいか、具体的にどうすればいいか、実際にね、そういうことが書いてあるので、それをですね、ちょっとかいつまんでご説明していきます。第3章の最初の部分ですね。最初の部分のタイトルがもうまさにこの、教室でやるべきはまず文法化ということになっています。この本おすすめなので、皆さんもぜひご購入をおすすめしたいと思います。Kindle でも読めます。はい。じゃあですね、まず皆さんが知っている教科書、養成講座の方は、その養成講座で扱った教科書ね。で、もうすでに教えている人は、皆さんが現場で教えている教科書、それをちょっと持ってきてみてください。それで開いてみて、第1課でいいですよ。じゃあ、まず第1課の一番最初に書いてあるのは何ですか？それをですね、これ一時停止して、ちょっと教科書を開いて、確認してみてください。はい。必ず一時停止して、自分の教科書の、最初に書いてあることを確認してください。絶対に間違いなく、ページを開いてみてくださいね。一時停止してね。はい。もうそれだけ言ったら、多分、教科書開いてくれてると思うので、オプス。はい。ちょっと今入っちゃったかなとか。はい。じゃあですね、実際によくある教科書をいくつか見てみたいと思います。これはですね、みんなの日本語という教科書ですね。すみません。僕ね、第2版ちょっと持ってなくて申し訳ないんですけど、第1版はこんな風になっています。これ動かない。よいしょ。はい。第1課って書いてあったら、そのタイトルとか何もないですね。それで文型っていう風に書いてあって、こういう風に書いてあるんですね。これだけ見ると、これが名詞文だっていうのがわかりますね。名詞文の肯定文、否定文、疑問文。そして、このもがついてる、名詞文の肯定文という形になっているのがわかると思います。はい。で、その後に、例文が書いてありますね。はい。これ次はできる日本語っていう、教科書ですね。これは島田和子先生などが中心になって作られた、OPI とかの、理論に基づいて作られている教科書ですね。はい。ここでは、まずこういうふうに字が書いてありますね。まずタイトルが私の名前、国、仕事っていうふうに書いてあります。文型ではなくて、内容の方ですよね。で、この下に書いてあることは、ここに大きく書いてありますけど、学校で初めて会った人に自己紹介をしていますというふうにしているんですね。英語と中国語と韓国語で同じことが書いてあります。で、まずイラストでこういうふうに、教室に3人いるっていうことがわかりますね。で、これ見ると、この人がダニエルさんで、この人がパクさんで、この人がワンさんという名前なんだっていうことがわかりますね。はい。で、ここでお互いに自己紹介していて、ここでは質問していて、ワンさんが答えている。で、ここでは多分国籍を言っている。で、ここでは、このワンさんが、国籍を質問していて、オーストラリアだと、答えているということがわかると思います。はい。こちらは、彩りっていう、国際交流基金の方ですね。これは、行動中心アプローチに基づいていますが、でも、かなり似ています。おはようございますっていうふうに書いてあって、あなたの母語では、人に会った時や別れる時、どんな挨拶をしますか？時間や相手によって違いますか？というふうに書いてあって、実際に人に会った時、挨拶をすることができるっていう can do が書いてありますね。はい。これはどちらも文脈がここでは書いてあって、このみんなの日本語では文型が書いてあるという、こういう対象がわかるんじゃないかと思います。はい。続きは次のビデオでお話しします。フィルミネンゲー。